はい、それでは別館です。高山先生いつもおしゃれなんですけど、今日のネクタイもなんかこうボルドー色の、緩めちゃったけど、ね、秋らしい素敵なファッションですね。ネクタイには何かこだわりはあるんですか？いやいや、あんまりね、うん、もうまあ社会部育ちだから、うん、ネクタイっていうのはこれ、ね、どっちかっていうとね、暖房具なのよ。暖房具、そうそう、だからね、初めて聞いた。ネクタイは暖房具？そうそう、ネクタイ締めるとね、体あったまんない。確かにね、襟元からスースー、うん、風入ってこないですもん ね、 ね、うん、でだから結構頭冷やすときはもうすぐ緩めちゃう、もう今終わったと、緩めちゃうんだけど、新聞記者時代も、うん、僕は社会部だから大体こう緩めてる、うん、社会部だからっていう話なんですか？社会部だからっていう、社会部の他に政治部だとか経済部だとかあるわけ、うんうん、はい、で、あとは運動部だとか、で記者もいろいろいるんだけど、うんうん、特派員外信もいるんだけど、その政治部経済部ってみんなピシッとネクタイするの、うん、もう確かに記者会見でこう質問してる人に緩めてる人はいないですね。いないでしょ、だから、ね、記者会見、社会部の記者会見、うん、総裁課長とのね、殺しの現場での記者会見なんていう、そういう記者会見もあるわけですね。それもその現場現場でやるときありますよ、うんうん、それこそ浅間山荘だってそうだしね、あの時はもう防護服だからあれだけど、大体社会部は緩める、それがね、いや気がつかなかった。いやもうそれは経済部や、政治部と違うんだぞというね、はあ、だって我々が会うのは、まあ、なんだろう、例えば浅間山荘事件の、うん、で、この連合赤軍が引っ立てられてくる、はい、永田陽子だとかああいうのに会うんだから、こちら高山先生そこの現場にいたんですか？いや現場、僕は警視庁でお出迎えしたわけだ、連行されてきてね、その話もいつか聞いてみたいです、後ろ手錠でね連れられてきて、あ、前手錠だったかな、で声かけたのよ、はい、おい陽子ちゃんって言ってね、で、まあ、彼女はね、こう顎からこうやって振り返ったらね、こうやって普通に振り返りじゃなくて、声の方に、中庭、うんうん、今はもうなくなっちゃったけど、うんうん、あそこからね、地下を通って牢獄っていうか留置所に行く道があるんです、はい、あそこに入れんのよ、うん、表玄関使わない、うんうん、だからそこで待ってれば永田陽子にも誰にも会えるんだけどね、で会って、でそういう人たち相手にさ政治部みたいにね、ピシッとしててもね、お開きしようなんていうのをやってのと違うから、うん、どうしても普段こうで、やっぱこう事件現場だし、頭に血が昇るから、いつまでもこう暖房具してられないんだよね。うんうん、寒い日、ネクタイするとね、体温が1度ぐらい上がるっていうかさ。それありそうです ね。で袖口もほら、こう普通閉めてでしょ。大体社会部の記者は袖まくりしててね、うん、手首もこっからも熱を放出するから、はい、大体ほら三首って言って手首足首と首と、はい、これ全部ね、うん、熱を放射するとか、うんうん、ここを冷やすと、うん、すぐもうゾクゾクってくる、ね、だから社会部はね熱くなりやすいから、うんっていうのもあるんだろうけど、大体ネクタイっていうのは緩めてタバコを加えて、うん、こうやって袖まくってっていうね、はい、そういうのがある程度パターンだったね、まあ、言われてみたらそのテレビの刑事物とかに出てくる、うん、記者さんっていうのもみんな緩めてますよ ね、 ね、社会部系はね、事件記者系は、はい、そうでない系は、その内系って何ですか？そうでないほら政治部や、あ、なるほど、はい、うん、経済部や政治部はね、うん、会う人がほら、うん、みんなもうダイエーの社長だとかなんかね、はい、トヨタの社長とかに会うから、うん、だから特派員出ると、うん、ワシントンの記者は大体みんなピシッとしてるよ ね、 そうですよね。でニューヨークはどうかな、ニューヨークも経済部が中心だからね、うん、で僕みたいにロスにいるともう大体ネクタイなんかしないしさ、そうなんですね、うん、あそこもほら黒人暴動で、ね、燃えたりなんかするときネクタイしてって現場行ったところであんまり意味ない、うん、あ確かに、じゃあ記者さん同士だと別にこうね
ちゃんと所属部署聞かなくても、あなたは社会部ですねとか、なんか匂いで分かりますか？背広も違うんだよ。どう違うんですか？彼らだとほら、まあ各園の時代なんていうのは、各園とか行くこの背広の押し立て券付きなんて全部あれ、ほらプレスクラブやなんかやね、押し立て券もらえちゃってたんですか？大体あの各園はもうもらい物は全部ね、あの関係者、新聞記者含めた関係者全部もう太っ腹だったのよ。そうですか、うん、あのミキはケチで全部しまい込んだっていう有名な話があるけどね。そんなに個人差あったんですね、うん、はあ、で社会部はそういうとこからもらわないから押し立て券なんてないしさ、で僕は一度ね、あの初めてこうダブルのね、スーツ作って、うんうん、ほで社に行ったら、うんうん、すぐ水害現場へ飛べって言われてさ、はい、ちょっとっつってね、で、あれはもうだからすぐ背広一発で会うと、そうよね、なんてこったですね。うん、だからもう汚れてもいいね、うん、本当にだっていつ現場に出されるか分かんないし。うんうん、いやいや、ちょっと思いもかけないお話でしたけど、面白いですね。いや、まあ当時は全然面白くなかったです。そうですか。一つね、うんうん、あ、面白いなと思ったのは、支局に行ってね、うん、東北系の支局に行って、支局の記者クラブ行ったら、あの結構若い女性が来てね、うん、肉体はいらないって言って、うん、もうこんなところで交渉するのなんて思ったら、うんうんうん、ネクタイはいらないって言ってね。それ今のもしかして下ネタだと思ったってことですか？そうそうそう。そういう、うん、それだけ覚えて。なんかもう強烈な話で最後締めていただきました。ありがとうございました。今日は高山先生にネクタイにまつわるいろいろな記者時代の話を伺いました。面白かったです。ありがとうございました。